890。薬霊。薬霊ってなんですか。すごい言葉してるでしょ。はい、どうも、陰謀飯です。よいしょ。ということでね、天皇系の動画をね、上げてね、面白いぐらいコメントをくれる方がいましてね、予想通りで感じでしたね。そんなもんなんすよ。ああいうの湧くんだよね、思想系が。清猫系がね。清猫と反対側の人かな。いや、いろんなやついたな。左右どっちもいたね、うん、本音で喋っちゃうと、うん、電話かかってきちゃうの。以前あったんだけどね。今どこにかけてくるんだろうね。確かにね。確かに。でも本当知らないやつから肩叩かれたりとかするんだよ毎日。どっかで通勤中とかね。怖いっすよ本当ね。でね、メタってあったでしょ、うん、Facebook のザ・ガーディアンっていうニュースサイトがありますけど、そこにメタはヘブライ語で死という意味ですって書いてあるっていうね。ザッカーバーグご本人が言ってたんでしょ。そう、ご本人様が言ってて、ね、やばいよね。ザッカーバーグ確かにユダヤ人だったんだよね。でも無神論者なんだけど、あの人どういうことかってことだよね。このマークが、まあ、無限になってるんだけど、うんうんうん、あれよく見てみると真ん中に X っていう文字も入ってるんだけど、アルファアルファになってるんだね。確かにそうだね、うん、ちょっと縦長だもんね。はい、じゃあ今日は台湾まぜそばでございます、ね、台湾料理屋が映ってるってことこ。あ、いいね、臭いね、台湾で臭いっていうもんね市場ね、うん、でね、アルファアルファでしょ、うん、でもこの世は陰陽の概念で、キリストがさ、アルファオメガっていうね、つまりアウン、始まりあるものかなぞ終わりが来ると。でもアルファアルファだろ。そうだね、永遠ですよ。だから秩序を崩すためのね、永遠というものが宇宙の法則の反対をいくってことね、うん、そうそうそう。でメタって本当は繋がってるのかもね。メタって超越したって意味があるんだよ。あと工事のって意味があるから、ヘブライ語で死って意味っていうのも、人間を超えたとかって意味もあるんだったら、確かにそういう意味もあるんだなっていう、うんうん、メタユニバースの超次元宇宙を作ろうとしてるでしょあいつ。いやー恐ろしいなと、うん、でも最近は結構モダンな話したんで、たまにはまたエンシェントの話とか。あらまあ、ノスタルジックになりたいね自分的には。懐かしいんだ、感傷に浸っちゃうんだ、うん、エモい。じゃあちょっと日本とイスラエルの関係でもいきますか、うん、この辺のつながり。日本にはめちゃくちゃ神社あるじゃないですか。コンビニより多いっていうね。コンビニよりある。でもこの神社実はいろんな神々が祀られてるんだけど、もともとは全神社の宮司が果たしだ。これはどうなのかちょっと半信半疑ではあるけどね。でもね、果たしも俺悪いやつじゃないと思ってんだよね。全員が全員ね、もともと日本にいたやつだと同化した人もいるし、10人トイロだからな。ヤタガラスもさ、もともとこう入ってきた人だけど結局同化してるし、あと何回か派閥に分けてきてるから、うん、今の世界を牛耳ってるって言われてるヤタガラスは悪い果たし系なんだろうね。果たしって要するに朝鮮半島を経由して日本に入ってきた民族で、イスラエルの樹脂族の末裔、うん、言われてんだけど、じゃあなんで日本に来たかっていうと、古代イスラエル王国がソロモン王が死んでから南ユダ王国と北イスラエル王国に分裂したの。北イスラエル王国はアッシリアに征服されて、十氏族は捕虜として連れ去られ歴史から姿を消すんだ。バビロン捕囚で失われた十氏族っていう風にここから来てるんだ。もともと11氏族あったうちの10氏族が捕虜として捕らえられたと。そうそうそう。で10氏族は世界各地に散らばってシルクロード通って日本に上陸して、一つの氏族が果たしなんじゃないかっていう。祭司を司るヤッタガラスってイスラエルにもいるんだけど、それはレビ族って祭司を司っていた氏族なのね。イコールレビ族がヤッタガラス、カモ系のヤッタガラス、果たし系のヤッタガラスっていう風に、まあ、なってったっていう。カモ氏っていうのはカモシってどっちかっていうと土着系だね、イメージとしては、うん、で、まあ、日本に上陸した畑氏は土木とか農耕とか、まあ、養蚕とかそういった知識を持ってきたわけですよ。京都の太秦を本拠地としてそういった技術を背景に都を持ったと。それが平安京で、太秦って太い旗ってことですね。畑氏が日本人を迫害したって話もあるけど、逆にその農耕の技術とかを日本人に教えてあげて共存してたって話もあるからね。全員が全員悪いもんじゃないんだよね多分ね。陰謀の歴史を語る際にはどうしてもちょっと悪いやつらが目立ってはしまうけど、実質日本を奪ったと言っても過言ではないからね。この人たちがね、縄文人を殺したりしてるからね。どっちもあるよね、悪い面いい面。だからこの畑氏が結局日本の祖って言われるようになって、大和民族っていうふうに言われるようになってしまったっていうね。この人たちが鳥居を建ててしめ縄を張って社殿を作ったんだよ神社に、うん、本来の神社はないから社は巨石ポーンって置いてあって、これをまあひもろぎっていうね、うん、神が宿るもの、それを御神体として祀ってたのが古来からのアニミズム、自然信仰ね、うん、神社の鳥居っていうのもさ、要するに結界だからさ、あの世に行くみたいな感じですよ。イスラエルにもソロモン神殿にはボアズとヤキンという2つの柱があって、それをくぐらなければ聖域には入れないと。ボアズとヤキンってフリーメイソンのシンボルになってるんだけど、なんか有名な絵があるんだけど、それ見れば多分ねみんな一発
で分かると思う、うん、日本の境内には手水屋があるじゃないですか。ソロモン神殿にも青銅でできた水盤があって祭司の体を清めてたんです。そってみそぎってやるじゃない、日本人って滝行とかもそうだけど、うん、あれも水に浸かる儀式で、本格的には白装束で、キリスト教の洗礼であるバプテスマもまた白い衣装を着て水に浸かることから、うん、そこも共通してますよねっていう。あ、川かなんかにジャブンって入ってね。そう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 、旧約聖書には体を清める水盤には瓢箪が刻まれてたというふうに記載されてた。京都の太秦に三柱鳥居があることで有名な蚕の社というのがあるんだって。通称この島神社、ここの池には瓢箪型で元忠須の池っていう池があるんだって。元を正す、悔い改める、うん、洗礼だよね。めっちゃマッチするね。でここで実際は昔バプテスマが行われてたんじゃないかっていう説明果たしがここで自分の身を元忠須の池で清めてた、うんうんうん、しかも氷炭型。じゃあキリスト教を日本に持ってきたのはザビエルじゃなくてハタシだったかもしれない。そうだね、まあ一番最初はハタシだよねやっぱね、うん、そのザビエルがいわゆるイエズス会で持ってね、うん、支配者っていうね、うん、ただ史実として残ってないから証明できないってことでしょ。そうだな、この辺は都市伝説だからね、うん、こういうのが一番面白いんだよ、うん、まあ原始キリスト教だね。かぶっちゃってハタシが入ってきた年代ってキリスト教存在するからね、神道にこう融合させたんだろうね、ユダヤの方式をね。それが神社、今の神道にキリスト教が根付いてるわけだ、うん、原始キリスト教がね。伊勢神宮の横を流れる伊豆川では多くの人が身を清めてて、みそぎの役目を果たしてるんだって。伊豆川、イエスサルタヒコが眠ってるとも言われてる。サルタヒコって何だっけ。イエスキリストって言われてるやつ、ね、うん、天狗の神様。キリストもヨルダン川でバプテスマを受けていて、イスズ川はイエズスでイエスキリストが来てると、うん、でサルタヒコイコールキリストで、あと狛犬ね。狛犬ってもともとは中国の漢字で書くとコウクリってあったじゃん、あの辺の文字を文字って狛犬って書くんだって、うん、で獅子じゃない、獅子ってアジアにはいなかったんだってどこにも、うん、唯一その起源をたどっていくとエジプトなんだって。エジプトにも獅子に似たやつが置かれてるじゃないですか。ありますね、スフィンクス。実はもう一個あったって話、絶対もう一個あったんだ よ、ね、でアウンになってたはず。それぶっ壊したやつがいいの、マルク。シュメール神話も改ざんしたし、エジプト神話も全部自分の手柄のようになるように改ざんしたっていう。ニムロでなんかとね、ドイツされてたけどね、うんうんうん、神に反逆したやつがいるんだけど、うん、マルドクはエジプトも支配したんだよ一時期。だけどイナンナっていうさ、これもシュメールの女神がいるんだけど、こいつとバチバチ戦って一回ピラミッドに閉じ込められるのね。結構気性が荒い女の子だったんだよね、うん、勝利の女神だからね。で人間ジュジッターがピラミッドを作ったんだけど、閉じ込められてんじゃんマルドクが。だから助けてあげるんだって、その幽閉されてる間に。人間ジュジッターがエジプトで国を監督してたから、崇高な神として崇められてたんだって。マルドクが計画した計画は全部撤廃して、隠しておいたものも全部破壊して陰陽の概念を導入したんだって。ピラミッドの内部に死と復活を象徴する石の棺桶を置いて3つ目のピラミッドを作ったんだって。もともとピラミッドって双子山って言われてて、うん、2つだったんだ。後にもう1個作ったんだって。ニンギシュジッタがスフィンクスを作って、それもやっぱ陰と陽っていう意味があったんだって。スフィンクスって名前はギリシャ語から来てるらしいんだけど、もともとシェセプアンクみたいな名前だったらしいんだよ。陰陽の姿みたいな意味だったんだって。まあ1個ぶっ壊れてね、で顔も変えられてるっていうからね、マルドクが変えたっていうことになってるよね。マルドクの息子の顔になってるんだよねあれね。ナブーか、ね、スターウォーズに出てくる。ってことはこのニンギシュジッタっていうキリストの象徴でもあるんだよね。キリストがほら、うん、アルファとオメガって言ってるじゃん、うん、でアウンでさ、陰陽という概念をもたらした人。そうそう、神社の狛犬もアウンを通して初めと終わり。ソロモン神殿もまた2頭の獅子の像があったとも言われてるんだって。エジプトからこう来たんだろうね狛犬ってのもね。つまり俺たちが見てる狛犬ってのはスフィンクスってわけだ、うん、まあ都市伝説だよね面白いのがさ、第一ピラミッドクフ王とかの墓になってるって言ってんだけど、うんうん、墓じゃないんだよね、エネルギー増幅装置なのよピラミッドって。簡単に言うと水晶みたいな。そうだね、だってもともと一番上にクリスタルが置かれてたっていうもんね。でもあれもマルドクがぶっ壊したっていう話もあったりとかでね、死者を置いとくとこがあるんだけど、復活と再生の儀式をするとこだったんだって。エジプトってそういう死んだ人が生き返るっていう概念だからね。そう、塩基が復活させる方法を持ってたらしいんだけど、人間主人公も復活させる方法は知ってるわけですよ。でもマルドクだけには教えてもらえなかったんだって。であいつはずっとそれを根に持ってて、どうにかならねえかってなった時に、この世で死んで来世で神の世界に生き返るとかっていうようなことを布教してミイラを作ったんだって。確かにミイラっていつか生き返った時のために肉体を残しておくっていうものだから。そう、死者の書とかも全部こいつが作ったらしい。死んだ人が死後の世界に行くストーリーみたいな、うん、つまりまあ蘇りの儀式をするとこだったんだって。あそこは墓じゃなくて、どう蘇ったかは知らんよ。でも天皇も代替わりの時にその儀式をやるんだって。じゃあそこも繋がってるよねっていう。
つまりピラミッドが生命の木の役割をしてるんだっていう、人工版生命の木みたいな。そうそうそう、この辺の話するとめちゃくちゃ長くなるんだ、 あれなんだけど、うん、ピラミッドもさ地下あるじゃん、あれって生命の木の根っこの部分のことかもしれないね。そうかもしれない、3つ合わせて生命の木っていうバランスを保ってるんだけど、1つのピラミッドだけでも生命の木の役割を果たすような仕組みになってるんだって。死者を生き返らせるのは割とタブー視されてるね、うんうんうん、いろんな宗教でも、ギリシャ神話でもあのアクスクレピオスっていう神様が死人めちゃくちゃ生き返らせまくって、うん、ゼウスと冥界の神のハーデスがそれあかんやろっつって、うん、殺せっつってぶっ殺したの、うん、その辺ももしかしたらうまいこと改ざんされてるのかもしれないね。まあ都市伝説ですけどね事実に基づいたものを偶話化したものだからね、神話っていうのはね、そういうことがあったんじゃないのっていう、分かんないよそんなのって、昔の男なんかさ生きてねえんだからそんなの、時事ネタかと思ってた池上彰さんこういうの喋るいい質問ですね天皇家の都市伝説もありますけど、まあ都市伝説なんだよってことで、マニ受けんなよ、はい、ということでね、信じるか信じないかはあなた次第です。ちゃんと混ぜそばだね、混ぜそば、あ、そうなんだ、うん。